はい、皆さんお疲れ様です。今回は、えー、こちらの2000円の、えー、ポケカのブロックを開けていきたいと思います。えーっとまあ、購入した理由は、まあ、単純に、まあ、このグレートのポケモン結構備品であれば結構な値段っていうのがするので、まあ、これでこの価格ということで、まあ、購入したという感じですで、えーっと。ざっくり調べたところによると えまずこのオーダイルのデルタ種なんですけど、まあ本当に備品であればまあ5000円ぐらいの買い取りが出てるところがあったりします。で、裏がえラッティオスデルタのこのプロモですね、マクドナルドの。で、こちらも、えっと、あんまり情報が少なかったんですけども、まあ、1000円は行くのか行かないのかちょっとわからないところで、えー、っと、700円ぐらいするところもあったりします。 って考えると2000円って考えると結構なお買い得なのかなぁと思うんですけどねというとこですねで、えー、こちらなんですけど、えー、ドンファンのな、まあ、グレードなんですけどこれちらは、えー、と通常とは別にミラー加工のやつがあるんですけどこちらのミラー加工であれば2000、えーまあ、によってまちまちなんですけども、えー、ミラーであれば、えー まあ、数万円って言った方がいいですかね、まあ。2万円のところもあれば4万円のところもあったりとか、えー、っとまあ、相場としてはいろいろバラバラなところですね。で、こちらの裏のメガニウムもあーメガニウムを言う前に、こちらの通常の方のドンファンの、えー、相場なんですけども、まあ、こちらも本当に店、えー、によってまちまちとまあ、数千円っていうところで、 考ええてもら2,000円とか8,000円とかいろいろあるので、まあ、正確にどの価格があるかっていうのが言いづらいので、まあ、数千円っていうような感じですね。で裏なんですけど、まあ、こちらもミラー加工があるんですけども、も、まあ、ミラー加工も、まあ、先ほどと同じようにだいたい数万円ぐらいの買い取りになっているみたいです。でまあ、どちらが 高いって言われると調べる限りではまあメガニウムの方がちょっと高めなのかなというふうな感じでした。で、えー、メガニウムのまあこちらのまあ通常の方のまあ大体相場なんですけども、こちらもえ価格が結構バラバラでえ3000円とかあったり8000円だったり1万円だったりっていうところがあるので、数千円っていうような感じなので。 で、考えると、まあ、こちらも2000円という価格はお買い得なのかなというところなので、まあ、といっても中身がどんなのが入ってもちょっとまあ、闇な部分があるので、えー、今から見ていきたいと思います。で、開けたいんですけど、これ結構、あんまり僕、開けるのは得意じゃないんですよね。開いたこと結構、ぎゅうぎゅうに入ってるんで、吸出が大変という。 そうで,もなかった、えー、では、こちらですね、うん。この時点でちょっと若干恐怖を感じておりますが、えー、状態ですが、表面に関しては、うーん、まあ、っていうところですね。で、裏も、まあ、若干あるんですけど、 まあ、とんでもなくすごい、傷ありっていうわけではないので、俺とか、あ、なさそうな感じですけど、まあ、傷ありってところで、まあまあまあって感じですね。まあでも、2000円であれば、まあいいのかなというところですね。では、えー、裏。マクドのラティオス。 こちらは、まあ、若干なんかちょいちょい何かが見えたりはするんですけども、まあ、とんでもなくすごい傷があるっていうような感じではないので、まあまあまあいいのかなという感じですね。では、えー、もう若干内容が見えてきますけども、見ていきたいと思います。まあ、長足でいいですかね。 イラストが良さそうな、ああ、良さそうな、まあ、い体、礼儀落ちしたカードの束って感じですね。まあ、可愛いイラストが回ったり、かっこいいやつがあったり、というような感じですね。はい、えー、では次、こちらですね。まあ、上から開かないし。で ここにこういう急ぎゅうにあってるとたまに開けづらい時があるから結構だるいところがありますでは、えー、こちらのメガニウムの方を見ていきたいと思いますうーんまあここに若干この後とかまあある感じですね裏が気になりますね見てみましょう っっといっといって感じですね。結構なダメージ品となりますね。まあ、飾り用で置いときましょうかな。はい。では、裏のドンファンですかね。ドンファンで合ってるな。窓裏なので、裏が結構ガッツりと、ガッツりダメージを食らっているところがありますね。表面は、 まあちょいちょいあるのでねまあ2000円だからまあ仕方ないのかなーっていうところですね、まあ、コレクション用ということでさて問題の闇の部分の中身を見ていきます、まあ、昔使われてたカードがありますけどめぼしいものがって感じですね これは25周年のあれがついてるとかだったかな個人的な意見ですけども。はい。えー、ということで、えー、2000円のポケガブロックの内容となりますが、えー、っと、まあ、こちらのグレートに関しては結構なダメージがあったりするので、まあまあまあ、てな感じですが、 逆にこっちゃんラティオスとオーダイルの方はまあ先ほどと比べるとそんなひどいダメージがないのでまああるっちゃあるんですけどまだ良かったかなという感じですねはい、えー、というような感じで、えー、2000円のポケガブロックの内容を、えー、見ていきました、えー また、えー、次回どこかで何かを開けていきてますので、もし興味がありましたらご視聴ください。それではありがとうございました。